鈴ゆうチャンネル。はい、こんにちは。世界史講師の鈴木祐介です。今回もですね、物理講師の池末翔太先生にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。塾講師ステーションでも講師向けの記事を連載しているというね、はい、あの記事まだ連載続いてるんですか？はい、続いてます、ね、続いているということで、リンク貼っておきますね。ご覧くださいね。でそんな池末先生と、まあ、今回季節も季節ですから夏期講習真っ只中ということで、ね、そうですね、夏の勉強法ね、それについてざっくばらんにちょっと語ってみようということなんですけども、はい、どうでしょうね、物理は特に夏こういうことを目標にやるべきだみたいなのってありますか？物理はですね、熱が一番、まあ多分夏勉強する人多いんですけど、その前にもう力学を固めてほしいんですよ、とにかく。力学、熱、波動、電磁気、原子っていう風な大体の順番で勉強するんですけど、はいはい、力学が得意じゃないと他の分野何もできないんですよ。なるほど。で、大体の受験生が、例えば予備校を通ってる受験生は、はい、1学期に力学を終わって、大体夏に熱とか、まあ、もしくは波動とかを勉強し出すんですけど、うん、はい、そこでちょっと力学のこと忘れちゃう人が多いんですよね。それじゃ困るんで、同時並行なんですけど、はい、熱もやりながら力学の復習をとにかくやってほしいんですよ。力学が苦手で他の分野苦手、得意なことないんで、はい、なるほど。それも時期的なものっていうことが大きいですね。それは大きいですね。今だからこそですね、うん、なるほど。まあ、世界史だったらですね、まあ、単元的には普通の予備校に通ってれば大体こう前近代のほとんどが終わるぐらいの時期なんじゃないかなっていう感じなんですよね。で、あとはそのどういうふうに進めてるかにもよるんですよ、世界史の場合は。その予備校によっては、塾によっては、例えばもう短期で最後までやって2週目3週目やりなさいみたいな指導をするところもあるので、それによるともう1週目が終わった人もいるかもしれないわけなんですけど、まあ、普通に着実にこう4月に通信を始めた人という人だったら、大体世界史の半分近くは終わったぐらいのタイミングだと思うので、ぜひそれをもうとにかく仕上げちゃう。問題演習をたくさんして、問題集を夏だけで2冊やるとかね、そのぐらい大量のやっぱり演習、これやってほしいなと。物理も問題演習ってやっぱ大事ですか？そうですね、問題演習も大事なんですけど、 それ、その前の何をやってるかが分かることの方が大事ですね。何をやってるか、だから割と受験生の質問で多いのは、はい、どの問題集をやればいいんですかっていう質問も結構毎年受けるんですけど、はい、正味の話、まあどうでもいい、何でもいいよって思ってるんですよ。その前にその物理とは何なのかとか、例えば運動方程式とか、エネルギー保存、運動量保存がそもそもなぜ使うのか、なぜ成り立っているのかが分かってるの、分かってるんだったら問題集に入ろうねっていう形なんです。世界史もそうですね、はい、理解もしていない、でテキストも半分も覚えられてない、だけど問題演習やったってそれは間違いに言ってるようなもんですから意味ないので、大体だからテキストとかプリントとかっていうその知識の核となる教材が最低でもやっぱり 65% ぐらいですかね、65% から7割ぐらい頭に入ってますっていう人が問題集に入ると、そうするとすごく効果的かなと。で最終的には問題集っていうのは大体最低でもレベル3つぐらいやってほしいんですよね。基礎標準発展みたいな感じ でその後赤本っていうイメージだと思うんですけど、それの基礎標準ぐらいまでをしっかり固めると。あとは予備校で夏期講習を取る人は一気に通信が進む人多いんですよね、もう先に例えば専攻史だけやっちゃう人もいれば、地域史をガッと夏に固める人もいると。でそういう部分の負債を9月以降にこう、ね、持ち越さない、そのために問題集をしっかり解くと、時間のある時だからこそ。あとはね、文化史があるんですよ、世界史の場合で。あのこの間の河合塾の金丸先生っていう、あのパノラマ世界史著者の方と対談した時も、金丸先生からもお話出たんですけど、文化史の出題ってほとんどが前近代の文化史なんですよ、やっぱそちらのウェイトがどうしても大きいので、今皆さんは通史が半分ぐらい終わった、つまり前近代がほとんど終わった段階なのであれば、そろそろ前近代の文化史に関しても夏頃から対策を始めるのがベストですよっていうことですね。だからやっぱり予備校とかでも夏に文化史の講座が立っていることが多いと思うんですよね。はい、まあ、まず一つは、ちゃんと問題演習して1学期までの内容を復習をすると、固めると、さらに文化史に着手しようと。余裕があればね、近現代の先取りとかね、あるいはもう本当に短期で何週もしてる人は2週目3週目やっちゃうと、それでいいかと思います。問題集とかはとりあえずおすすめとかありますか？そうですね、僕自身受験生の時使ってたのはその重要問題集。重要問題集、重要問題集、どこなんですかそれ？通研ですかね。通研のと、あとは一番最初基礎固めで使ってたのは橋本先生の物理の本を使ってちょっと問題集チラチラとやってましたね。なるほどですね。世界史はね、1学期の内容をざっと復習したいんだったら、まあ、どこが穴があるのかってことをあぶり出す必要があるので、そういうそのチェックをする。
あの僕のですね、あの一から鍛える世界史入門編という一冊があるんですが、うん、あれは本当四択問題なんですよね。用語の四択でざーっとこう知識のチェックしていけるので、すごいですねレベルはね、まあ、簡単っちゃ簡単なんですよ。まあ、知識のチェックをする。でそこだけ重点的に固めると。うん、だから一問一答みたいなものは結構社会系の科目では有効、ね、やっぱり有効ですね。あのチェックする上では、ね、うん、はい、ただやっぱ知識を本当に仕上げていく、ね、うん、そしてちゃんと知識の水準を高めていくっていう時には問題集を解かないとダメですね、うん、次の場合一問一答みたいなことがやりづらいんですよね、はい、うん、確かに。そう、なんか最近でしたかね、投資ボックスから物理の一問一答みたいなの出ましたね。出てましたね。あれってどういう構成なんですか。2年ぐらい前だと思って。物理って一問一答できるものなんですか。いや一応その体裁は保ってましたね。でもまあ書きづらかったろうなとは思って。まあまあまあそうでしょうね、まあ、いわゆる社会系の一問一答とは違いましたね、はいはい、ちょっと単問って感じで、単問単問が続いてる。園田先生の話全然関係ないですけど、はい、園田先生河合塾辞められた、ね、なんかみたいな噂がありますね。じゃあもうどんどん参考書どんどん出してほしくないですか。かな、どうかな。園田先生の物理入門、まあ、めっちゃ売れると思うけど、ね、売れそうですよね。何かポリシーがあって書かないか、書かないですかね、分かんないですけど、まあ、絶対オファーは、ね、今までも何回かあったはずですよね、うん、ちなみに先生と の撮ったあの園田先生について語る動画あるじゃないですか、はいはいはい、あれ未だに鈴湯チャンネルで再生回数2位か3位ですよ。本当ですか、ね、とんでもないです。3万回ぐらい以上超えてます。本当ですか。やっぱまあ、はい、夏はその時期的なことを考えようってこと、そうですね、常にその、最終的なゴールから逆算して夏はどういう位置づけなのかってことを考えながら、やるべきことを決定していく。そうですね。あとたくさん時間があるからこそできることを考えよう。とにかくもう力学を語れない、はい、力学、ね、あの重要な今の時期は力学、そう、はい、力学、力学をやりましょう。力学オンリーでもいいぐらいな感じですよ、はい、なるほど、ありがとうございます。で先生の新刊が、ね、出ておりますので、ちょっと最後に紹介をしておきたいと思います。こちらのね、あの一度読んだら絶対忘れない物理の教科書ということで、はい、こちらの大ベストセラーとなりました世界史のムンディ先生の、世界史本ありますけど、あれの物理版としてね、先生が書かれるということで、はい、おめでとうございます。いや、はい、もうベストセラー間違いなし、ね、今のうちにサインをいただいておきますんで、はいはい、で僕の方も新刊はこちらね、よくわかる高校歴史総合というものが学研の方から出ました。市川先生との共同監修です、はい。歴史総合というのは高校生の新しい科目のですね、うん、日常学習用の参考書になりますんで、こちらもチェックしてみてください。近現代史をですね、これは大雑把に勉強したい人にもおすすめなんですよ、うん、はい、という感じになっております。一般教養的な、一般教養になります、はい、本日も池末先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたチャンネル登録・高評価お願いいたします。